フェアリー・アルバコアフェアリー・アルバコアは1939年から1943年にかけてフェアリー・アビエーション社で生産されイギリス海軍の艦隊航空隊で運用された服用艦上来撃機である。アルバコアとはビンナガのイアップルコアの故障でも知られている。3名の搭乗員を乗せ爆弾や魚雷の搭載だけでなく偵察の任務への投入も想定して設計された。 旧式となったフェアリーソードフィッシュの代替機と予定して1936年から開発に取り掛かり、1940年から舞台使用されたが、ソードフィッシュほど好評ではなく、結局アルバコアはソードフィッシュより先に退役し、フェアリーバラクーダに置き換えられた。座席を3つにして、雷撃、偵察、観測機の用途に使えるソードフィッシュの代替機という、 FAA からの要求のため、航空省から発行された COS41-36 に基づいて、フェアリーアビエーションはアルバコアの試作機を製造した。試作機は2機で、最初の機は1938年12月12日に初飛行を行った。アルバコアは、服用機ながら密閉された風防を持ち、富士疑似の装備が強化されていた。また、来撃機として、 初めて可変ピッチプロペラを装備し、油圧式フラップをダイブブレーキとして利用するなど、ソードフィッシュと比べると多くの部分で近代化された航空機だった。1939年からは最初の量産型の98機が生産を開始した。なお、初期のアルバコアはブリストル社製トーラス2エンジンを搭載したが、 出力不足が指摘されたため後の量産機は出力を高めたトーラス12を搭載した。エンジン以外は初期型と後期型の差はほとんどなかった。空母ビクトリアスから発艦するアルバコア1940年3月に第 826FAA 飛行隊が特別にアルバコアを運用するために作られ、フランス北部沿岸の港湾と イギリス海峡を航行するドイツの船舶攻撃に従事した。その後、主に船団の哨戒機として活動し、1941年には空母航空隊として作戦行動を開始した。同年12月には、ビッカースビルデ・ビーストライン撃機の損耗機に代わって、シンガポールのイギリス空軍第36飛行隊へ引き渡された。1941年9月、 アルバコアは地中海に投入されて15個の FAA 飛行隊ができ、またパンミサキオ機に参加し、エルアラメインからシチリア島上陸、サレルノ上陸の作戦支援も行った。特筆すべき活躍をした第 828FAA 飛行隊はマルタ島を拠点に活動し、イタリア軍によるマルタ島包囲下の激しい攻撃にさらされる中で、 主にイタリアの輸送船団とシシリー島沿岸に位置する基地の施設に対してアルバコアを用いて攻撃し、1941年9月から1943年6月末まで運用した。しかし、所詮は近代的な服用機ということで大まかな性能では、ソードフィッシュと大差はなく、運動性能や操縦性ではアルバコアの方が劣っていた。このため、 ソードフィッシュの方を好むパイロットも多く、雷撃機パイロットの間では、ストリングバックを返せという替え歌が流行したという。1943年になると、アルバコアは、バラクーだと、機種変更されるようになり、アルバコアを装備する最後の、第841飛行隊は1943年、後半に解散した。カナダ空軍は、アルバコアを買い取り、 ノルマンディ上陸作戦中に使用した。フェアリーアルバコアマーク、アイサンメンズ出展、ザブリティッシュボンバーシンス1914、諸言性能武装。ありがとうございます。